すり抜ける女。自分の勤める会社の工場で起こった話。自分の勤める会社は電子関係のメーカーで、工場はクリーンルームになっています。今のように携帯電話やパソコンが普及して生産が追いつかないときは、24時間体制で工場を稼働させるようになっています。クリーンルーム内の作業はクリーンスーツという、上から下までつなぎの不織布で作られた服と、目の部分しか開口部のない帽子とマスクをつけて行います。で、クリーンルーム入室時にはエアーシャワーという空気を噴射して、ホコリやゴミを除去する部屋があります。前置きが長くなりましたが、夜間にクリーンルーム内で作業をしていると、時折無人のはずのエアーシャワーがゴーッと音を立てて噴射することがあったりします。これくらいは誤動作も考えられますし、センサーの異常かもしれないので普通は気にしませんが、ごく稀にいないはずの人がいたりするんです。クリーンルーム内はいくつかの部屋に分かれているんですが、その扉の窓にクリーンスーツ姿の顔が覗いていることがあるんです。しかし扉の窓というのは、廊下からの光を遮るために遮光フィルムが貼ってあり、中からも外からも姿が見えるということはないんですが、それから作業している人数が一人多いということもあるようですが、お互いの顔が見えないので、一人や二人増えていてもあまり気にしないようにしています。ところが、ある夜間作業の時、交代でクリーンルームに入ると、現場は作業途中でほったらかしにされて、誰もいないということがありました。そこで更衣室や休憩室を探すと、逃げ出した作業員たちが震えていました。話を聞くと、作業をしていると白い半透明の女性が赤ん坊を抱いて壁から出てきて、反対側の壁をすり抜けていったとのことです。なぜそんなものが見えたのかは未だにわかりません。とにかく説明のつかないことが起きたのは確かです。月よ、私は夜によくランニングをするのですが、そのコースというのが、田舎町なので、田んぼと田んぼに挟まれた、たまに野ウサギなんかも飛び出てくるような、田舎道なんですね。当然街灯も点々としかなく、道明かりは、月影と、近くの町の明かりに頼るような、そんな寂しい道なんですよ。ある秋の日、その日はまさに中秋の名月というべき綺麗な月に恵まれて、本当にまるで夜空に電気をつけたような明るさの中、いつもより楽しい気分で走っていました。当然頃は秋だったので、道の両端に広がる田んぼには刈り終わった稲を円筒型に組んで干してあるんですよ。で、そんな景色の中を走っていたんです。でも、その日に限って何か様子が違うんです。空気が違うというか、
雰囲気が違うのか、何が違うのかな、なんて考えてたその時、はぁーと大きなため息が聞こえたんです。おかしいです。自分一人しか走っていない道でため息など聞こえていいわけない。お、空耳？わざとらしく心の中でつぶやき、少し足を早めました。しかし、またしばらくすると、ああ、そんなこと。今度は鳥肌が立ちました。自分一人しかいないその道で、誰かと誰かが話している。そんなこと、あっていいわけがない。冷たい汗がだらだらと垂れ流しになりながら、かなり早く足を進めました。何者が、どこで、何を話し合っているのだ。こんな月夜に、こんな場所で。第一、自分は走っている。同一の二人の会話など、いつまでも聞こえていようがない。そう思ったとき、不意に、ふと田んぼの中に目をやりました。そして、次の瞬間。もうほとんど全速力で半泣きにやりながら走りました。その目線の先に決して見てはならない光景があったからです。私がそれまで稲を重ねて作った円筒だと思っていたものがすべていつの間にか装束を着た大男になっていたのです。名月をめでながら話し込む大男たち。私は絶対に気づかれてはならない。恐怖に足を取られながらも近くの町まで全速力で走りました。そして友人の家に駆け込み、事情を説明して車で家まで送ってもらいました。当然、友達も家族も、誰も信じてくれませんでしたが、昔おばあちゃんが言ってた、田の神さんの話を思い出しました。次の朝、農家の人が何事もなかったかのように、稲を組み直していました。不気味な女。昨日自分が体験した話。昨日の仕事帰り、駅から出ると雨が降っていました。コンビニで傘を買おうかとも思ったのですが、走れば10分くらいで家に着くので走って帰ることにしました。少し狭い歩道を走っていると、前方から白いワンピースを着た女性が歩いてくるのが見えました。で、このままだとぶつかるなと思ったので端に避けたんです。しかし女性も同じ方向に避け始めたので、イラつきつつも逆側に避けました。すると女性もさらに同じ方向に向かってきました。もうこのまま走っているとぶつかると思ったので、女性をやり過ごそうと考え一旦止まったとき、急に女性の歩き方が千鳥足のようにふらふらし始めました。しかも俺が止まっているのにもかかわらず、俺の方に向かってくるのです。この時の距離、お互いの距離1メートルくらいだったと思います。女性を見ると向こうも傘を差していなくて、長い濡れた黒髪が顔に張り付いていて、正直不気味な感じ。顔もなんだか蒼白というか、そういうのもあって
俺はビビって固まってしまいました。女性はもう目の前です。うわ、なんだよ怖え、ぶつかる!と思ったのですが、女性は俺の横を通り抜けました。横といっても女性の顔の位置からして俺の体右半分をすり抜けたというか、すごく怖くて、でもすり抜けるなんてそんなことはありえないと自分を納得させるために振り向いて女性を探しましたが、いないのです。角でも曲がったかとも思ったけれど、一本道だったのでそんなこともありえない。その後はもう怖くなって家に帰りました。その後、今のところ何もないのが救いです。昨日のことだけど。隙間の人形。私が幼い頃の体験です。当時私の家では幼かった私と兄、両親が一つの部屋で布団を並べて寝ていました。そこは和室で、寝るときに足を向ける側に隣の部屋へ続く襖、そして頭の側にはタンスが二つ壁にくくりつけてありました。二つのタンスの間には七八センチほどの隙間があったのですが、夜になるとそこから20センチほどの人形が出てくるのです。人形は布団の周りをぐるぐる回っては、時折寝ている私たちの顔を覗き込むように枕元に近づいてきます。ちなみに両方の足がくっついたタイプの人形なので、歩くというよりはぴょこぴょこ飛ぶ感じです。しばらくそれを繰り返した後、その人形は決まって部屋の同じ場所で立ち止まり、じっとしているのです。やがてまた歩き出すと、タンスの隙間に戻っていきます。その人形は私にしか見えないようでした。母を起こしてそこを指さしても首をかしげていましたから。ただ私は一回きりではなく何度もそれを見ています。トイレに起きた時にすでに周りを歩いていたり、いつもの場所に佇んでいたりすることもありました。その後私たち一家は引っ越してしまい、私はそれを見ることも二度とありませんでしたが、今もその家には親戚筋の人間が住んでいます。後のリフォームでタンスは取り払われてしまいましたが、ひょっとすると今も人形は歩いているのかもしれません。人形が佇む場所には何かがあったのか、それが今でも心に引っかかります。アパートの窓から。俺が大学生の頃、四ツ谷の近くで一人暮らししてた時のこと。その日、なんとなくだるかった俺は、大学を一時間目で切り上げて、家に帰って早く寝ようと、自転車で帰っていった。その時、俺は安い貧乏アパートみたいなところに住んでいたんだけど、初めて見た時から、空気がよどんでいるというか、天気のいい日でも薄暗い、そこだけ違う空間のようなアパートだと思った。でも、親からの仕送りもない貧乏学生だった俺は、贅沢も言えないので、家賃の安いそこに住んでいた。それで、ちょっと熱っぽさもあったものの、途中コンビニで昼飯を買って、家に帰って寝っ転がっていた。その日も、いつもの通り部屋が薄暗く、隣にビルがあるわけでもないのに、日光があんまり入ってこないような、全体的にどんよりとした部屋で、座布団を枕にしてぼーっとしてたら、
ピンポーン。と、俺の部屋のチャイムが鳴った。どうせ勧誘とかセールスとかだろう、と思った俺は、出るのもめんどくさいのでイルスを使った。ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン。まるで俺が家にいるのを知っているかのようになり続けた。大家さんかな、と思った俺は、ドアのレンズから外を見てみた。しかし、誰もいない。やっと諦めていったか。そう思って、再び寝っ転がっていたら、今度は電話が。トゥルルルル、トゥルルルル、トゥルルルル。電話は近くにあったのですぐに出た。はい、もしもし。しかし相手は無言だったので、すぐに切った。なんだよ、いたずらかよ。でも、その時はさっきのチャイムのこともあって、なんとなく薄気味悪かった。もう何があっても出ないからな、と思った俺は、薄い毛布をかぶって寝ることにした。俺の住んでたアパートの前は、車もあまり通らない静かな道で、テレビも何もつけないと、部屋の中はシーンとしていた。チッ、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 と、時計の音が聞こえるぐらいだった。けれど、その日はなぜか、いつも聞こえるはずの時計の音がしない。全くの無音状態で、隣の部屋のテレビの音も何も聞こえない。今、この時間に、このアパートには俺しかいないような、なんだか少し怖くなってきた時だった。コン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 。と、今度は俺の部屋の窓ガラスを誰かが叩く音がした。さっきの勧誘の人に、俺が部屋にいるのがバレたのかな。そう思って、窓の方を見ようとしたとき、ふと気がついた。あれ、俺の部屋って二階じゃん。そのことに気がついたら、一気に全身の鳥肌が立った。そのアパートには、窓に小さなベランダがあるものの、人がよじ登ってそこに入ることは考えられない。でも、誰かがベランダにいる。絶対にいる。コン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 。誰かがずっと俺の部屋の窓を叩いている。もう俺は怖くて怖くて、勘弁してくださいって感じで、そのまま寝てるふりをして、毛布にくるまって固まっていた。でも、俺はもっと重大なことに気がついた。あ、窓の鍵を開けっぱなしだ。俺はいつも家にいるときは、窓を開けて部屋の空気を入れ替えて、その後窓の鍵は夜寝る前になってから閉める、ということをしていた。ガラガラガラ、誰かが窓を開けて部屋に入ってきた。俺は窓を背にして、ただひたすら寝てるふりをしていた。っていうか、もうそうするしかなかった。絶対に振り向いてはいけない気がしたから。ミシ、ミシ、ミシ、と、その誰かが、俺の方にゆっくりと歩いてくる。そして、ゆっくりと俺をまたいでいった。その時、俺は怖いながらも少し目を開けてしまった。目の前には、
見開いた大きい目玉が二つ、こっちを見ていた。そこで俺は気を失ってしまった。夜になって目覚めたとき、部屋の窓が開けっぱなしになっていた。気絶する直前に見てしまった、あの目玉のことを再び思い出したら、俺は全身の震えが止まらなくなって、急いで友達の家に行った。その後、その友達の家に一週間ぐらい泊まらせてもらい、もっと人通りの多い道のマンションに引っ越した。あの時のあのことは、今でも何なのかわからないけれど、なるべく考えないようにしている。噴射することがあったりします。これくらいは、誤動作も考えられますし、センサーの異常かもしれないので、普通は気にしませんが、ごく稀にいないはずの人がいたりするんです。クリーンルーム内はいくつかの部屋に分かれているんですが、すり抜ける女、自分の勤める会社の工場で起こった話。自分の勤める会社は電子関係のメーカーで、工場はクリーンルームになっています。今のように携帯電話やパソコンが普及して、で、クリーンルーム入室時にはエアーシャワーという空気を噴射して、ホコリやゴミを除去する部屋があります。前置きが長くなりましたが、夜間にクリーンルーム内で作業をしていると、時折無人のはずのエアーシャワーがゴーッと音を立てて生産が追いつかない時は、24時間体制で工場を稼働させるようになっています。クリーンルーム内の作業は、クリーンスーツという、上から下まで、つなぎの不織布で作られた服と、目の部分しか開口部のない、帽子とマスクをつけて行います。その扉の窓に、クリーンスーツ姿の顔が覗いていることがあるんです。しかし、扉の窓というのは、廊下からの光を遮るために遮光フィルムが貼ってあり、中からも外からも姿が見えるということはないんですが、それから作業して、